リア代表のルール、ゲームは禁止、これ。今年6月のユーロ2024での大会2連覇を目指し、間もなく米国ツアーに臨むアッツーリ。指揮官のスパレッティは記者会見に出席すると、代表合宿におけるプレイステーション禁止の規則について言及した。イタリア代表のユニフォームを身にまとうプロ選手が試合の前夜に睡眠を取らず、翌日に最大限を発揮しないことがふさわしいと考えるのか？選手のレベルは、違いの22時間でわかる。私は選手たちがしていることに興味はないが、ある時刻には睡眠を取ろうとしているかどうかに興味がある。何人かの選手はウクライナ戦の前夜に起きていた。これは良くない。ユーロではゲーム部屋を用意するが、0時半には全員が部屋に戻らなければならない。依存は良くない。よく眠れば、よく回復し、より良いパフォーマンスが発揮できることが科学で明らかになっている。時間を無駄にしたい者は代表に来ないでもらいたい。選手を縛る契約もない。いや子供か、寝ろよ。ゲーム禁止は草。試合前にゲームで夜更かしはさすがにプロ意識低すぎる。朝までゲームなんて子供でもしないよ。ゲーム部屋は作ってあげるの優しいな。プレステは12時までですよなんて中学生レベルのルールじゃん。このレベルのルールが設けられてることにイタリアがワールドカップに出られない理由が詰まってるね。イタリアほんまそういうとこやぞ。ここまでコントロールしないといけないなんて監督は大変だな。こういうの聞くと真面目に最大限準備してるのになんで日本の方が弱いんだろうって思うわ。いい意味で気負いしてないから大舞台でも活躍できるのかな。文化とか価値観が全然違うから日本で良しとされてるものが正解とも限らないからな。いや夜更かしは絶対ダメだろ。睡眠が大事なのは大正解。